ああレックスエ講師の弁理士宮口です、はい、今日は、えー、これだね、はい、本試験から考察ということや、ねえー、思考停止を防止する三つの方法についてレックスエ講師宮口がお送りいたします、はい、もうね結論から言っちゃいましょうどうすればいいかっていうねああ思考停止、はいまあ、言いたいのはあの以下の三点です はい、上から読んでいくのではなく、説問から読んでいくべき、あもちろんね、説問形式になってればの話ですよ。えー、で理由は、本筋からずれないようにするためですよね,、えー、ね。そうそう、説問で一番聞きたいことは何なのかというね、はいで、大把握のための努力を惜しまないという、ね、ビジュアル的理解に努めると。 うん、ピンクで塗ろうか、まあ、図を描いたりとか色を塗ったりするっていうことですわはい「右のおとの50対50の割合で稼働させまあ64でもいいんですけどね、はい、直感的理解と論理的理解により大握ミスを撲滅させることができると、うん、やっぱねインスピレーションっていうのも大事なんですよねっ で端的な,あ端的なあ表現を駆使し、ね、端的な表現によってそれでほらあのピンク考える時間を稼ぐとねえー、えー、はい思考停止に陥っても考える時間が増えればね突破口を開くことができるからね、えー、結局この3つなんですよもう一回「設問から読んでいく」ね。 上から読むんじゃない？説問、大迫のための努力惜しまないね。それから端的な表現を駆使するね。そう。例えばあ、まあ、あのま早速あのどうやって応用するかね。見ていきましょうか。はい、例えばこの今年のね。旭日1ですけども長いでしょ。あの柱やね。だからもういきなり説問1から見ていくんですよ。うん。はい。 でえー、あの出願 B が審査に付された場合に、えー、B の特許請求内に記載された E が乙による D との関係において拒絶理を有するか関連する根拠条文ね、えー、まずねそのなんていうかその拒絶されるかどうかを聞いてるんですよ。うん B が審査に付された場合に B の請求の合に記載された「E が「オつの「D」との関係で拒絶料を有するかというね。ああで関連する特許法上のこ根拠条文っていうのは、えー、結局ねあの時系列3点セットですよ。 はい、時系で3点セット肉肉の2 3級ねえー、肉肉の2 3級の敵をねはいであのちょっとこう宙に浮いた感じなんですが「国内優先権制度が設けられた趣旨」ああ「あええー」で説問の事実を当てはめて結論付けようと、うん、まあ要するにあの普通にやればいいとね 条文上げながら当てはめして結論を持ってくればいいと、ね、でこれですよあの俺がほら端的に述べようと包括的での漏れのない権利取得ねうんこれ答えどっか書いてる包括的でああいいじゃんほらうんまあちょっと俺の問案じゃないからね、あのー、俺だったら包括的で漏れのない権利取得を特許権を取得するためって書くけどまあいいんじゃない あの基本発明と回路発明について高、こ包括的な内容で特許権を取得することができると、うん。で、これはね、あの、どれも適用がないんじゃなかったっけ。うん、ああ、そうだよ、ほら。ね、適、適用がないから黄色でいい。うん、ほら、拒絶されないんだよ。時系列算定性という。な。で、これはね、あの、皆さんね。ちょっといいか。 あちょっと俺がやるさ中上級コースの、まあ、宣伝も兼ねますからあ、あのー、よろしいかはいえと「論文トリニティ」っていうねあ講座があるんですよ私がやる講座がね、うん、でもう第一回目が始まって いるんですがこれですすがこれ2022年「論文トリニティね」ねはいそれで、えー、あのちょっと私ね第1回目がもう終わってるんで板書があるんですよそれをお見せしますわあこれです第1回「トリニティね」ねそれで まああのー、そこでもやるんですけどほら論文法試験やるんですよ。うん、でそこでちょっと私時系列書いたんで、まあ、見せますわほらこういうこと、ねえー、ちゃんと、あのー、こういう時系列書きるようになりましょうという。うんはい、で主人公はと言いますと B, B の「い」ですよね。B のい、うん あのー、B の e「E まあ黄色で塗りましょうかね黄色でやったんではいで、えー、逆にですねあのま、ー、あお,おつよりも強いですわねこれちょっと C はさておき BB に関して言うとあのー、D に勝ちますわねえー、そんな感じですようん なので、えーまあ、公開前に出願してるからね B は、うんえー、B 対そうですね D, D の ED の方が遅いからね、えー、青で塗っとこうかなはいで29条不適用公開前にね出願してますし肉の煮のも不適用ですあの41条2項優先権の利益あるからね 優先権の利益ありますよ優先権主張の効果と言ってもいいわねうんで39条はあのほらイトロでクレームがね異なるからあクレーム異なるとね公開前の出願とほらだから、えー、D との関係においてえーえー、っとまあ D というのは敵対関係やから、まあ、青で塗っとくけどね との関係においてあ拒絶理由なしという結論だわなどうよ。ねそうだよ今度はあのー、ちょっとね、えー、このなんていうか C が C というのは分割丸のことよあー。C がされた場合にこれちょっとね不利なんだよね。 C が審査に付された場合にあ C の請求内に記載された E が O2 による D との関係においてほら聞き方全く同じなんだよね、うん。関連する特許法の条文の規定を必要なあ規定を必要な範囲で引用した上で、ね、あ上もバランスでここまで引っ張ろうか。 でえー、あの結論付けようと、ね、上はあの結論がね拒絶されないという結論だったんで黄色で塗りますけどこっちはね逆なんですよ拒絶されるんですわねはいで、まあ、ちょっとこの時系列をね見て、えー、いただくと分かるんですがこの分割がですね実は違法なんですよええー、なぜ違法かと言いますとね歯が違法ですよね だからこれねあのいいだけだったらねよかったんだけど歯のせいいででこれ全体として訴求してないんですわあだからねこれなん,なんていうかほら累積的症にちょっと似てる違うんだけど違うんだけど似てるよねほら4141 41の累積的症でほら胃が訴求しないみたいなねまあだからもう本当にこうこの A と B は手で隠しますけどもうこんな時系列。 C 対 D みたいな D の勝ちですねこれ E に関して言うとああだから E でやられるんですようんで公開前だからあ29不適用ですねクレーム異なるから39不適用ですね、うん、だからこれ29条の2でやられるんですわちょっとこれ書いときますか 29乗の2でうん D によってねということですこれあー OK ですかそうこれで終わったやろあのー、ほらあ説問からこう読んでいくともちろん時系列は上読まないと書けないんだけど やっぱりその何が聞きたいかっていうことが分かるんだよねこれね。あの,質問の聞き方は似てるでしょで大体こういうのってね結論が逆になることが多いんで、うん、だからねあの問題解いててさ同じような結論になったらねちょっと自分は間違ってるなというふうにあの気づいてほしかったね間違ったでしょうね、うん。そういうところも教えるから。者やっぱりねなんかこう メリハリよくこう答えがねこうあんまり同じになるようなことは聞きたくないから、うん、そういうことですよ。ね、であのまあ私がその教えるね講座ですけども「あのまあ、論文トリニティ講座」っていうのをねちょっと教えますけども。 これですねあのみんなね中小級だからしてちょっとハードなことやるんじゃないかと心配してる人いるんですがそんなことはなくてですねまあ見てください産業上利用性のね、えー、基本的なところからやってるんですよほら、うん、まあ、ちょっとちょうどよかったわ時間がなくてねあのー、まあ授業中やれなかったんで逆に今やりましょうかほら例えば産業とはみたいな定義ね。えー 産業とは抗議に解釈する産業には製造業工業農業漁業,業運輸業通信業などが含まれるとこれ「生産業以外の」って言ってるけどね生産業はもちろんのことっていう感じでしょうねまあ審査は本当に意外のって書いてるんですけどうん製造業が産業であることはまず間違いありませんのでねうん。 であとそうやねあの利用はね実施の意味であ捉えるといいと思います産業上の利用の利用はね実施の意味で考えるといいですよ。うん、であとねこれはあの論文にはあまり出ませんがあー、あのー、論文にはあまり出ないんですけど口実績かでねこれあの覚えとくと結構ね足しになるというかほら 人間手知神行として実際できない吸収膜こういうふうに覚えておくとねあの高受性産業上利用できない発明の具体例ね人間の手知療診断方法行として実施できない発明、えー、理,論理論的には可能でも実際上実現できない発明ね オゾン層破壊防止のための紫外線吸収プラスチックフィルムで地球全体を覆う方法ね。そういうものがあ、あの、産業上利用できない発明として審査基準には載ってます。はい、あとほら、医療行為ね。医療行為はね、あの、やっぱり、あの、下手に特許になるとね、医者が医療行為できなくなるじゃん、侵害とかいうことでね。だからそもそも医療。 行為ににに関すするる発明は特許なならないよようにしてるんですよ、ね、医療行為の円滑化を妨げないようにするためにね。うん、じゃあねちょっとねほら授業に出た人はあのまたかよって思われるからね授業でやってないことをやるといいかもしれんね。うん、例えばさ「あのドキセピン誘導体事件」っていうね判例最高裁令和に入ってからのね「レイヤ・不慣れなドキセピン」っていうね、うん、ちょっとこれなんかもやっておこうか。うん えっとこれはね、あのー、結局、えー、条文にはね、えー、発明が容易にできた時は特許を受けることができないという条文の作りですよね。ほら、えー、特許出願前に。 えー、発明の属する技術野における通常の知識を有する者があ全項加工に掲げる発明に基づいて容易に発明することができたと時はその発明については同行の規定にかかわらず特許を受けることはできないって書いてあるでしょ。うん、あの効果の話全く条文には触れられらていないなんですよで、えーあのー、審査作にはどうかというとね 発明が容易にできた場合には進歩性なしって書いてんだけどつまり論理付けができた場合にはね論理付けがあので,きできた場合でも有利な効果があれば、まあ、顕著な効果があればねあの進歩性を肯定してあげるぞって言ってるんです。で、えー、最高裁でその辺が争われてあのー、まあしんとり系の最高裁なんですけど。 向こう審判経由だと思うんですけどね要するに、まあ、潰したい側はもうこれ容易なんだからもうとっとと潰してくれよって言いたいところが特許権者はいや有利な効果があるんだよって言いたい、ね、で最高裁はどう判断したかというとあの容易一見容易だからといって即座に進歩性で潰すのは良くないよって言ってる。 つまり有利な効果をちゃんと見てくれと。ねでねちょっとこれはね付加価値あるんで見せられないんですがこれ投げでしょあの鍛例ね投げんだよ。うん、でこの判例は端的に言えばほら、ま、こうやってねまとめて書いてるんですよ一言で言うとこんな判例だよみたいなねだからそういうところを工夫してる授業で。ね。わかったはい。 あとこういう例題なんかも儲けとるわけよね。やっぱりさ一つ一つの積み重ねやからね。あの単刀みたいに簡単ですよ。一つ一つは。でもねそんなあの結論を求めてるんじゃないんですよ。書き方を求めてるの。どうやったらあの論文書けるようになるのかね。ちょっとやってみようかね。こうは独自にした発明を2013年6月に発行された雑誌に。 掲載したと2020年9月に、えー、発明をお出願したと、うん、で河、えー、野特許さんに通知される、えー、拒絶流通知について説明せようとんや簡単やこれはもう肉一三じゃないかとね、えー、ほら肉一三ですよこんなのね一言で済みますよ でもそれじゃちょっと論文としてね、あのー、意味がないんですよ担当じゃないんだからこっちの方もね、うんえー、会員制サービスやり登録ユーザーからの紹介がなければ入会できないシステムとなっていたが当該会員であればこの発明を誰でも閲覧できる状態になっていたと、うん、でこうが2020年9月に えー、A について特許さんをした場合に、えー、特許を受けることができるか否かあこれあれあやね会員制サービスをうん。登録ユーザーからの紹介がなければ入会できないシステムとなっていたとうん。さあこれが公衆に利用可能と言えるかどうかなんですよ ね、まあだからこれも結局あの肉一さんがポイントなんですよ。うん、うん、ね面白いもんだやろこれが肉一さんに該当するかいなかで上も下も。ねでどうやって答案を書いたらいいかちょっと見せられないけどねこれはねちょっと俺だけ見るわ。うんなるほど。 うまく書いてるわ。ね、あの方ですよ。すあの型が重要ということです。ね。あの答えなんかすぐわかるんですよ。型が重要。しっかりじゃね、ブレのない型で書いてますよ。ね。こうやって書くんだ。もちろん下の方はちょっと応用がかってて。会員制ホームページは公衆利用可能かっていう。 ね、それでも公衆に利用可能かという論点ですわ。ねさあそのやっぱり会員制だからこれは公衆に利用可能とは言えないと結論付けるのかねそれともこういうのでもあ公衆に利用可能と言えるのかというところやね。うん。そうです。ああとはまあ 特許を受けることができるかだからまあ例えば新総例にもちょっと言及した方がいいんじゃない新規性相数の例外とかねうんもうほら分かると思うけど1年以上経過してるからねそんな感じだよだからあのーまあ、さっき版書を見たようにね,本試,うね本試験も扱うしね本試験も扱うしねそれからねあと口述みたいなやつも扱うよちょっと待ってね あ皆さんね今度例題1 3これちょうどよかったわやってないからねはい、えー、こういう時,時系列がありますと「うん、こうは自らした発明意について、えー、観光物学会誌 X に発表した日から1年以内に発明の新規性ソースの例外 の規定の適用を適法に受けて特許数栄養したと。ねはい、つまり、えー、これ学会発表をしたんですね。新規制になってますから青で塗りましょうかね。うんはい、でこうはあ あのグレースピリオドの適用新規性喪失の例外のことですけどグレースピリオドっていうのはそれの適用を受けて出願したとあそういうことですねはいでオツはあのー、うんこの雑誌の発表後、ね、で A のお出願 A の日前に、うん、B をしたとちょっと色を変えましょうかね 分かりやすく、うん、例えばオレンジにしましょうか、うん、特許産 B 用たとで B について公開されているとね A の後にこの場合における A と B の奇数ねはい出願 A 出願 B いやこれねいい問題ですよなぜか分かりますか ほら皆さんこれ口述の問題も載ってるんですよほら口述まあレックが出展だからいいんだけどねレックのアドバンスできそうほら口述対策にもなってるんですよ実はいいでしょ論文の勉強にもなるし口述対策にもなってるっていうねなかなか憎い演出ですわなうーんちゅうことですわ皆さん ねえどうなるともこれのねちょっとこうやってやると答えが分かっちゃうんだよね俺が青で囲むということはどういうことなんだとねええー、AB の奇数だからねこれもあれじゃないの時系列3点セットやねえのちょっとこ俺だけ答え見ていい見事ですね見事な答えになってますもうまさに これも結論は簡単ですよ、ね、もう結論言っちゃおうか友倒れパターンってやつですよ。うんはい、だから口実だとね、まあ、結論プラスちょこちょこっとした理由を言えばいいと思うんだけど論文はそういうわけにはいかんいな。だから今あの 答えを、ね、見たところうーん見事だっていう型重視の答案になってますあとりあえずね論文っていうのはね確固たるものを感じさせるか否かなんですよ採点者に対してねだから型が身についてない答案っていうのはね場当たり的な答案になるんですね行き当たりばったりというかこれじゃね受かんないです、えー、その答案からら哲学を感じられないそのそのまあ生き様っていうか一本筋の通ったね 人なのかどうかと、ね、まあやっぱりそこでも差が出ちゃいますよどうしても型がしっかりしてる人はねまあ変みなぎってるから、うん。例えばほらあの手書きよりも活字の方がなんかこう、まあ騙されやすいというかその実は間違ってるんだけどこう活字の魔力っていうかねそういうことってあるじゃないですか。ね、だからも しっかりした方で正々堂々と一発書きで書かれちゃうとねなんか間違ってても間違ってる気がしないっていうかね <laughs> そういう感じですわねえ分かったそんな感じだからちゃんとねほらこういう風うに一般論的な話もしっかり教えるしもうこれ授業で塗ったんだけどね、うん、でその例題も程よくね うん、まさにほら小事例対策でしょ趣旨もやるし、ね、あ趣旨もねこれはあの去年のテキストにも似てんだけど的中してんだよねある意味嘘なしでちょっと待ってねもう的中してますよっていうのをお見せする,するわええー、あのー、ほら国内優先権ですよね水戸予算ほらこれ出たから出したんじゃないよもうあの大体いつもこのテキストに載ってんだから。 国内優先権制度の詩ね、うん、これはまあ見せてもいいわ今年出たからね、うん、ほら包括的で漏れのない形で、ね、包括的で漏れのない形で、えー、保護されることが容易となり、ね、ほあこ,これも塗っといておいか円滑に特許権として保護されることが容易となると。 ね、でさっきあのー、ほら本試験必要な範囲で趣旨を述べようというちょっとあ独特な聞き方をしてたけどそれはどういう意味かというとあのー、ほら青本の趣旨見るとね PCT の自己指定の話し,してるんですよほらだ第2にこれこれ第2に先の特許さんに基づいて優先権主張してね特許協力条約に基づく 国際図ンにおいてあ日本指定つまり自己指定した場合にもその効力は認められるっていう話なんですがあのー、うん要するにね青本には2つの趣旨が書いてる第12と第22とね今回のあ本試験はね国際図ンのことは全然聞いてないのでえー、このこの図の 設問1っていう枠組みの中で見る限りねあの国際素が登場しないでしょだからその必要な範囲で言及しつつっていうのはうんあの国際素顔登場しないんだらこの自己指定の話はするなよっていうことを間接的に言ってるんですよ、うん、図に乗って書くなよとねっ分かったはいどうですかでトリニティだからね もちろん英語で「鳥にていて」何の意味かというと三位一体の意味なんですよ。で、えー、今の趣旨対策編が終わるとですね今度はほら「本格的事例対策編ね」ねこれがあるとちょっとごめんなさいねこれあの去年のバージョンですけどあの新しくなりますからね。はい、で本格的事例ですからまあど,どのぐらい本格的かというと。 そうですね本格的っぽいやつを見せますわじゃあああこれこれ本格的ですねほらうんほらね本格的だったでしょはい本格的な事例ですよ長えでしょさっきのあの種子小事例対策とまた趣が違うわね 毎回3問やっていくよ、うん、逆に言うと3問しかできません本格的だから時間をかけて丹念にやっていくようんで三日一体だからよあと何やるかというとよこれは通信に任せるんだけど通学の人も通信の人も通信で利用するんだけどねあ答案構成ですわで実際の法試験が特実以上なんで えー、特日2問衣装1問商標1問毎回やっていくと答案構成で俺の3時間の講義、ね、解説講義はついてると、ね、毎回毎回特日特日衣装商標で1セットかける ×6 これが入ってると三、ね、密体でしょ出資小事例、ね、本格的事例対策そして実践的なね答案構成本試験に即して全科目毎回。 ね、それを6回繰り返す、ね、あのー、まあ俺は教えないんだけど、あのー、集中登練とかついてるしね、えー、実践登練もついてる実践登練を私が解説しますね私のクラスで申し込んでくれた人はね私が解説するということですわ大体そんなもんよでねちょっとあのー、皆さんねこういう人もいると思うんだよ あの論文が終わったから、まあ、論文だけ説明しとけばいいと思うんだけどなんかその三振を恐れてねちょっと担当もやっとこうかなっていう人もやっぱりそういうニーズもあるんでね、えー、あの一つねあの紹介したいのが、まあ、担当エミネントコースっていうのがあるんですよ私のね。えー 担当エミネントコースこういう、まあ、テキストテキストのねあの売りはね見開き重視っていうところですね私ねあのこうやってほらあの霧が悪くて次のページめくらねはわからんっていうのを大嫌いなんですよだから見開きでパッとあの一覧性格を重視してるとそれでねえー、っとこの一問一答集がねあの素晴らしくてですねあのちょっと待ってください46のほら皆さんこれ 実案賢者はあ職務公安による通常実施賢者がある時はこの者の,の承諾を得た場合に限り事故、えー、の実案登録に基づく、えー、特許算をすることができると。ね、で解説はめちゃ詳しいでしょこれ。ね、これあの何でかというと法改正に。でほら承諾がねいるいらないの話が出てくるんだよね。 うん、法規定の場合はどうかみたいなねつまり今まで専用自治権許諾通常事件食末名通常試験七賢者の承諾は必要だったやんそれがちょっとね、あのー、なんかこう不規則になるんですよ、うん、全部一律じゃないんですわねあの法規と訂正は千と七になるけど特四六の二は相変わらず選挙職質の承諾が必要なんですねその辺のの辺理由まで今の テキストから見るように、バッチリ書いとるわ。われよろ、もうとことん切られてもう。〇〇一ページ解説があるっていうところがね、すごいでしょ。えー、まあ、なんていうか。あのー、ほら、普通の解説で、こんな感じなんだよね。うん、ほら。ね、短いでしょ。ところが、あ、二百五十九番だけ。ほら、〇〇一ページ解説。ね。うん。 仕上がってるやろうということであのちょっと、まあ、三振を気にして担当もやろうという人にもいいわもちろん担当だけの人もね向いてるし論文だけの人は今あ私がね30分ぐらいかけて説明した通りですわはいということであのこの辺で終わります、まあ、とにかく私が言いたいことはね、えー まあ直接事故は何かを見極めることだから説問文の方を重視してくれ上から見るんじゃなくてね、うん、何が聞きたいのかをからずれない、ね、それから大把握のための努力をもう惜しまない色もいろいろ塗って時系列もたくさん書いてねあということ時系列ねさっき私が見せたところは時系列の書き方とかも教えるからねこうやって私はまあ縦時系列さですからね こんな感じになってきます。見やすいでしょうんで、あとは、えー、あの端的な表現ね。私ね、あんまり長いあの答案好きじゃないんですよ。もう短く短く明細書もそうだけどね。長けりゃいいという時代は終わったよ。うん。はい、えー、っと。それではね。この辺で終わりたいと思いますえー。それでは、えー、今日のテーマは思考停止。 を防止する3つの方法ということで、えー、レック専任講師の宮口聡があお送りいたしましたえそれでは皆さんね、えー、あのテキストのサンプルもねレジュメについてるようだからうんまああのー、見ていただくといいんじゃないかなはいじゃあ皆さんぜひ私と一緒に、あのー、楽しく厳しく 勉強していきましょう。そして、来週の、来週じゃない、来年。の栄冠をね、掴み取るために、あの、場合によっては、今年栄冠掴み取れると思うよ。うん、そして、ほら、あの、返金制度とかもあるから、ね。あのー、皆さんにとって、えー、いいことづくめですわ。ね。はい。えー、それでは、終わりたいと思います。歴戦二講師の宮口社、どうも皆さん、えー。またお会いできる時までご機嫌を、ごきげんよ